とことんやり込む、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日も新しく入手した武器、使っていきましょう。今日使う武器は、これ!ダイヤモンドの剣、黄金です。黄金スキルが、負傷したモブへのダメージが増加。追い打ちだね。追い打ちのレベル2が、ついてます。3じゃないのがちょっと残念なんだけどね。エンチャントなかなか悩みどころ。まあ、真ん中は、これ重力でいいと思うのよ。重力。重力は俺ね、1でも3でも変わらないと思うんで、俺あえて1、レベル1でつけてます。で、横だよね。ここは輝きだな。輝きをなしにして、スパイダーアーマーを使っていこうかなと思ったのよ。でも、まあ、輝きありのスパイダー装備した方が強いからね。まあまあ、これでいいでしょう。で、こっちよ。クリティカルにするか、弱体化か。どっちか悩むところ。でも、弱体化はね、本当に、高レベルダンジョンで、めちゃ使えるのよね。これ持ってると、かなり、延命できるので、これかなクリティカルよりも。まあ、鋭利と追い打ちがもともとついてるので、クリティカルはなしでもいいかな。こっちで耐久力を上げた方が俺はいいような気がしますので、まあ、これにしよう。まあまあ、いざとなったら変えてもいいしね。で、40% ダメージ軽減できるでしょ。で、さらに、英雄アーマーつければどうだろう。防御力がさらに上がるよね。35% ダメージ軽減これにもついてるんで、だいぶ強くなると思うんだけどな。これで行きましょうか。あ、見た目かっこいい。むちゃくちゃかっこいいな。英雄アーマーにダイヤモンドの剣。これで今日はやっていきましょう。ここがわかりやすいからね。ここに行きます。では行きましょう。実際使ってみて、ダメージが 35% 軽減される防具、あれを入れるならば、まだ、あれだね、攻撃力アップを入れていった方が、マシだなっていうイメージだったけども、弱体化入れれば、またちょっと違ってくるんじゃないか。これいけるか?ちょっと待って、帯電だぞ。きつっ!帯電きっつ!帯電と氷結がついてる。ちょっと待って。いや、でもよう耐えたわ。よく耐えたね。わっぶね。ちょっと待て。きつ。帯電がきつい。重力もついとるんかい。もう本当に。あ、でも、そういうのなくなれば、あ、ダメージ全然受けないわ。でも火力ないな。ちょっと火力の低さは、気になるな。ちょっと火力の低さ気になる。でも、エンチャントしてない敵であれば、そこそこ、ああ、ここになると、まあまあ大丈夫だわ。いや、でも、これ防御力、耐久力を極限まで上げたい感じだけど、あんまり良くないかな。そこまで良くはないような気はするね。ここまで耐久力を上げずに攻撃力を上げた方が、まだなんか、早く倒せる。よね。そうか。いや、むしろこの英雄アーマーが良くない?英雄が良くないか?これじゃなくって、スパイダーアーマー。スパイダーアーマーも、片手剣は、恩恵がないんだよね。攻撃速度は 25% 上がるんだけど、剣ではね、意味がないんだよね。単発攻撃のやつでしかあれ意味ないから。
どうだこっちの方が耐久力としては上がるのか。あ、英雄よりも、あ、防御上げるよりも HP を吸収した方が良さそう。こっちのが、断然こっちのが耐久力あるわ。全然違った。英雄アーマーあんま良くないな。もともとそんなに使う装備じゃなかったけど、あ、今使ってみて分かったわ。あれあんまり良くない、あの装備は。あの、全然スパイダーだわ。全然スパイダーの方が使いやすい。で、スパイダーにこの弱体化とかついてるとかなり耐えれるってことか。防護のやつでも全然いける。防護のエンチャーつけてるやつはかなりね、耐久力高くて押し込まれやすいんだけども、大丈夫だわ。いけるわ。いけます、いけます。はい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 。そこそこ囲まれたとしても、あ、大丈夫、いける。うん、ちょっと囲まれたぐらいじゃびくともしないね。やっぱ攻撃力よりもちょっと耐久力がね、こう最近大事になってきてるからね。耐久力は、あ、申し分ない。結構囲まれても押し切られることはまああまりなさそうだね。ただ火力が低め、うん、そこがちょっと気になるな。でもまあボスとこう1対1で戦うってなると、ここら辺装備していけばいいか。無謀の輝くローブとかこの辺装備していけばいけんじゃないですか。うん、あ、火力は、うん、この防具すれば全然いいわ。無謀とね、無傷がつけばね、すっげー強いんだけど、それもなかなかね、入手が難しいやつなんだな。あ、いったいったいった、やべやべやば。無謀はね、ダメなんだよ。あれはね、あれはね、HP が 60% 減るんで、耐久力がもうガタ落ちするんだよね。でもまあボス戦では使っていってもいいんじゃないの。あ、まあまあパワーが226っていうところもあったか。これもちょっとパワーを上げときますか。はい、まあ今日はダイヤモンドの剣使ってみました。黄金スキルで追い打ち、エンチャントで弱体化、重力、輝き、うん、まあ耐久力を上げる感じにしていったんだけども、やっぱりスパイダーアーマーが優秀だなっていうのが、改めて分かった。で、この武器自体はそうね、ちょっと微妙かな。微妙、もうちょっと火力を盛れればいいんだろうけども、はい、まあ一応取っておきます。はい、ではね、また出していくのでチェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。